いお嬢さんね。こんにちは。今日越してきたフォージャーです。ずっと前から父の子供のアーニャです。おお。ちょっと出かけてくる。おとなしくそれ見てろ。冒険冒険じゃない、ただの買い物だ。なぜ目立つ。ダメよ、小さい子は手をつないであげなくちゃ。はい。敵の敵襲に備えられんが仕方ない。敵何してる。一ダルクのものは10ペント効果じゃ買えないぞ。変えた方が。どうした急に。ピーナッツ買ってやるから泣きやめ。ピーナッツ。おい、ダメだと言ったろ。ほらそこ、バレないと思ってんのか。そこそこ。父すごい見つけてくる。鍵かけとこう。番号は6110。爆弾爆弾。おお、秘密通信。秘密秘密。発信源の部屋にいたので念のため。通信のせい。部屋の外にバリケード築いて立てこもってました。なんで外。さあ。まあいい、人質として使うぞ。音の出ないピストル。それに大臣はこそこそと西に肩入れする売国奴だ。売国奴を擁護する奴も売国奴だ。本物の悪い人。じゃあ、おじさんたち実はプロの鬼ごっこ集団でね、才能がありそうな人を見つけてはいきなり勝負を挑んでるんだ。